啊！こんばんは、お疲れ様です。今日は NVC ランバとの東西戦形式で行います。いろいろ変なルールを考えてるところですけども、ハイパーやります。じゃあハイパーしますか。あさっての違うし、あさって火曜日、12月27日の東西戦はなんと久しぶりのハイパーストリートファイター2東西戦になりますので、予習を兼ねまして今日ハイパーでニアさんの持ち込んだ一本選手ルール、とりあえずやってみようかなと思います。
件になって、なんかちょっと無料化実験みたいな、ありましたね、あの時期ですね。あ、まあ、そう、しばらくは美容さんがある間は、ね、あ、なってましたね、それは思い出した今高速無料化とかってやってた時のやつだ。そうだ、なるほど。ハイパーはな、ジェネティさんおすすめなのはダッシュシュンリーなんですよね。ジェネティさんがねおすすめしてました、ダッシュシュンリー。もう一回投げれば終わりだ。ちょっと投げ前は狭いけど、別に投げの後の2択でもピュッちゃうからね。判定はエスチュンリーとあんま変わんないし、エスチュンリーよりちょっと強いんすかね、さすがにあんま変わんないっぽい。弱いからやっぱハメには弱いけど、自分がハメられてる。ああ、そっか。いやでもね、なんかね、あれなんですよ、なんだっけ、めくった時にジェネさんが多分強スピニング出したんですけど、なんか画面半分以上進んでスピニングこんな進むっけみたいなそんなみたいな、すげえ遠く行って、それで技を入れとかないと、ものすごい遠くまで行ってかなりびっくりしました、ね。鹿児島行くんだったら僕もすごい暇なんで行きますよ、全然。その間もいれば、何人いれば遠くにがだいぶあります。確かに今晩はお疲れ様です。はい、それではといってもまだ集まってないからな。に A4 を譲る一本選手でどうします、形式。はい、本日のルールはニーヤーさん持ち込みの無茶苦茶なルールとなりました。今日は一本選手です。一本勝負、一本勝負だとどうなるか、このゲームがどうなるか、その姿を見せようと思います。そして、X だと一本選手ルールがないので、あれ一試合フリープレイ、あれちょっと違うな。
けで東西線じゃないの。本日のルール、あ、それ農業さんは飯かな、ちょっと音量上げてくれるかな、左端、ありがとう。そこのフェイロン使いのお方、フェイロン使いのお方、もしもーし、あなたです。大会出ないですか。はーい、じゃあちょっと書いてもらって、うん、テストプレイいいですよ。今日、X と XS と
ターボまでは OK。 出しちゃダメです。出しちゃ禁止。え、 N も禁止。それはね、ダッシュ基盤でやってください。マリオパーティーなの分かるけど、はい、一本選手ですよ、今日は。一本選手の怖さをちょっと知ってもらおうと思います。どれほどあっけないゲームなのかということでね。あ、ノーギョーさん、オッケダッシュキャラは危ないので禁止します。ダッシュキャラね、ソニック2回食らったら終わりなので。 N キャラか。 N を許し始めると、 N あり、 N もね、まあ、そのピオリアスさとかがね。でダブルイルミネーショントーナメント今作っております。キャラクターは申告です。その場で決めて OK です。減らねえ減らねえ減らねえあれ、エクサタ死んでますね。タモザンギは性能めっちゃ高いんですけど減らないです。減れば最強だと思います。お金もらってないです。それじゃあ締め切って大丈夫でしょうか。みんな早いじゃね。ダッシュ禁止。あ、すいません、ごめんなさい。お名前はリクで。はい、わかりました、よろしくお願いします。はい、ラウンドは一本選手です。全く気が抜けないゲームとなりますよ。
はい、では、シャッフル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 スタート。はい、決まりました。シュウさんは、シードですね。破天荒2回転、そしてシノニー農業、ヒデムナーリ、ニーヤミヤ、A4 カワシム、リク、ユーズル、トネピーバイパー。キャラクターは毎回変えて OK、 その場で決めてください。シノニーの本業はこれですからね。あ、なあ、もう一個持ってくるよ。TBS。 いやこれ完全にターボの、あれ、ノーマルも禁止。今回ダッシュノーマル禁止。まあダッシュいるとね、トリックブーム2回食らった瞬間に終わるんで、まあありかなっていう。はい、みんな楽しくターボ遊んでますね。ターボってあれでしたっけ、技の減り方が異常に少ないんでしたっけ。X のどうだろう、7割5分ぐらいじゃないかな。ああ、減りは少ないと。で、なんかあれっすよね、確か当たった時の技の音があんまり気持ちよくないんですよね、ターボって。そう、なんかダッシュだとバチンじゃないですか。いや、同じで、音は同じで、あ、同じ、ドボンドボンって音する。あ、同じなんだ。じゃあこの試合ラストで、はい、したね。農業ピーザンギ昭和へ。はい、昔の、はいはい、なんで2発でピヨってんの。そういうゲームです。ターボも2発でピヨり同じですよ。あ、そうなんだ。ただ減りが、初代からターボまで一緒なんで。あ、そうなんだ。じゃああれか、ソニック2発でピヨるのは変わらないんだ。余裕で、ソニック中足で死にますからね。ターボの場合はそっから死なない。あ、農業がやばい、テクイテクイテクイ。今昔のザンギが出てきたら、はい、マジで最強クラスになると思う。理由は、はい、フォークのエルコパンハメみたいのを常にやってくることになる。へえ、うわー、しょうへっ、結構減るわ。マジか、の農業さんの根性師が入った今。さあ、それでは始めましょうか。お願いします。やっていきましょう。上が 1P 下が 2P で、じゃあ破天荒 1P2 回転 2P1 ラウンド選手です。激アツです。キャラクターは、まあ、司会の人間に申告をしてください。はい、じゃあこの辺でお願いします。はい、破天荒さんはターボリュー、破天荒さんはターボリュー、そしてやっぱあれですかね、 T まで使えるってなるとみんな T 使いたくなるのが、いやいや、 まだ試合まだですから。出るとき出るとき、順番はこれです。開幕からクライマックス。いやー、基本的にターボスーパーキャラの知識が僕はあんまりないので、実況あちょっと適当になる可能性があります。じゃあ行きましょう。 1P が破天荒ターボリュー、 2P が2回転ターボホンダ。はい、ね、ターボホンダです。ターボホンダってやばいの。ターボホンダはあの100巻が早いんですけど、はい、ダウンしないんで。あ、そうなんだ、
へえ。あ、勝利出る。基本的には変わんないですね。早いんですけどダウンしないんで食らって確定のところがあると思います、はい、ああなるほど、はい、じゃあ別に食らっても痛くはないよっていう、より血がやばいから。あ、なるほど。おマジか。聖剣早い、か早っ。早くて頭突きが跳ね返るんです。ああやってへえ、はい、さあ撫でて破天荒がリード。このリード守れるのか。あーやばい。いやこれは分かんないですね。 TBS。 いやこれ適当。わあ出ない。勝ったのは2回転。あとハイパーこれ3速なんでね、はい、そこもあると思います。あ、そっか、はい、何番ですか。3番。じゃあシノニー対農業。シノニー 1P 農業 2P で、キャラ申告してください。こっちの視界に。まあターボサガットとターボサガットとターボザンギでしょうね。ターボザンギ対ターボ、そうそうそう、ターボサガット対ターボザンギ。みんな T 好きだな。まあ特にサガットはターボ以外選ぶ理由がないので、はい、あ、そうなんですね。このルールだとね。あ、なるほど、うん。うわ、2段入って、どっち？あ、ガード。しかしあれ、リバーサル出てなくてよかったですね。あれ、リバーサル出るとやばいんですか？リバーサル出るとガーフなんで。へー、そうそうそう、だいぶきついと思いますよ、これ。さあ、シノニーお得意のジャンプ大キックからの強襲。アパカユズル来たって。あ、ユズルさん来た。ユズルいる、あ、います、うん。さあ、実況にもウピー、おったー、撫でて終了。まあ、ハイパーなんでね。さあ、じゃあ4番。ヒデさんはエクスチュンリーでしょ。さあ、ムナリ、あ、向こうエクスチュンリーだって。どうする、ムナリさん。ターボリュウ、ターボリュウ。そうですね、結構ムナリさんはね、多分エスサガットとか使うと弾を打ちすぎて死ぬタイプの人だと思うので、ターボサガット使っちゃうと多分そうなると思うので、まあここでターボリュウは賢い選択ですね。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーじゃなくて、メリークリスマスの方でした、すいません。反射的におめでとうございます。ケーキを見たら反射的にハッピーバースデーって言ってしまいましたが、さあそんなこと誰か誕生日ということで、ヒデチュンリー、ターボリュウだとどうなんですかね。ターボリュウ、いや、ターボリュウでもあんま変わらないと思いますよ、基本的には。あ、意外とめくって死ぬ、死なない。守りに同調しアッパーできるマンでしたよ。見てから見てから食らった、見てから食らいましたね。6、はい、ムナーリさんが同時押しアッパーができる人間だということが証明されたところで、次の試合ニーヤーさんとミヤさん。ミヤさんは何を使うんですか。はい、あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、どうぞ。さあどうぞどうぞ、やっちゃってください。ニアさん何使うの。ターボホンダ、ガエル。あ、ターボガエル、いいですね。僕そういうの好きですよ。あ、剣なんだ。ターボ剣、ターボガエルはガエルきついんじゃないかな。きついですよ、きついと思いますよ。何せターボガエルのみ。あー、さようなら、終わりです。お、頑張った頑張った。はい、終わり、はい、終わり、はい、次、はい、あ、9、A4 カワシム。お、これはこれはサブでもサブいろいろ使えるんでね。で、あれ、あれか、あれですね、エオさん、あれ、え、ま、お、カワシムさんはね、さっき、さっき練習してた T ザンギ対 SDJ です。どっちですか。あ、修正されてる方です。無修正じゃない、SDJ、修正方だよね。はい、XS、はい、なんか S キャラの本を作るとかで、ちょっとこの間付き合わされたんですけど、はい、S キャラのいいところを探そう。ないですね。しゃがみ中パンにキャンセルが効く。一応、そう、しゃがみ中キャンセルとか、 そこぐらいですかね。一応いろいろあります。あの、A フォースなんかね、小尺にもね、歩きエアスラとかね、してるんですよね、これね、ちゃんと。まあ、ジャックは歩けるんで、はい、だいぶ、これ、いや、ジャッキック、ジャッキック、膝はジャック、そう、膝コマンド違うんでね、下入れとかはないです、下入れ、コマンドは違うんで、え、下ジャックだっけ、はい、普通のジャッキックが膝じゃなかったから、確かそうです。
あとハイスピードだったら終わった、終わりました、時間がない、はい、おっと、でもこれはしかし、はいはいはい、ちょっとこのサンタがすごい倒れそうなのだけ見といてもらって、はい、わかりました。さあ、リックさん、リックさん、リックさん、いた、いない、いた、はい、なんでもいいですよ、はい、1回使ったらダメとかじゃない、なんでもいい、なんでもいい、そう、一回使ったけども OK ということになりました。危なかったですね。はいはい。さあゆずるさんが、ゆずるさんでもね、これなんかね、サブキャラあんまりこう得意じゃないんですけどね。お、さあ、まあこれルールもう一回言っておくと、あのノーマルとダッシュはダメということなんですが、これはね、リックさんはね、こういう時にノーマルガエルを躊躇なく選ぶ人間だということが判明してしまいましたので、お、いいですね。ハイパーの X ザルシムはね、最強キャラなんでね、なぜならリバサでインフェルノが出る。さあやりたいだけっぽい、ユーズル空中竜巻やりたいだけっぽい。マン、さあ中竜巻でごまかしていく、ガードもできる、しかし投げからなんか上手に戦おうとしている。下段で暴れて上から来るが、インフェルノが出なかったか、出る、飛び込んでしまった。さあどうする、なんか困ってるっぽい、ゆずる困ってるぞ、俺どうすんの、ごまかしていい勝負になっている。大キック、しかし大キック、もう露骨に何をやったらいいかみたいな動きになってたゆずるさん、よかったですね。いやー、危ない。さあやろう、はい、トネピーバイパー、これゆずる勝ったことにしちゃった、デリート、デリート13。いや、別に僕勝ったことでもいいですけど、はい、はい、誰エスバルですね。この組み合わせ俺見たこと、大会で唯一見たのがスターハイガイデンの決勝ですね。ガイデン、マオさんのエスバル対ヒロヤさんのエクスオークって試合があった。あでもまあ意外と普通にできるんじゃないですか。画面端でバルログこけたら死亡ですね。いや、S バルは今日出るはず。あ、落ちる。お、対空しゃがみタイパンは知っている。おーい、終わりです。お疲れ様でした。終わってしまった。まだ敗者とかありますからね。はい、2回戦、シュウさん対2回転さん。基本的に変わんないから。はい、あ、そう、シュウさんが 1P だ。それ今考えてたんだけど。はい。あ、シュウさんなんだっけ、まあいいや、忘れた。 T 流って言ったかな、確か。と、X バイソンです。シュート仕掛けてます、シュート。フォーク買ってくるからね、俺ちゃんとわざわざこれイオンじゃないとこでケーキ買ったのにイオンに行ったからね。ですがちょっと溶けてたらごめんね。このハイパーの3速だともオア速いし大波動拳速いしで、お互い速いものを押し付ける感じで、ペット離してる。おー、危ない危ない、あれあれ何もできないっす。あ今何 5? さあ、次シノニー対ヒデ。さあリアルファイトにラウンド制はありません。完全に
誰？リアル思考です、ね、ゴーキー。ああそういうことか。シノ兄さんはよりによってハイパーの時に来たということですね。いやでももともと出し下がったのは相当な近いの方なんで T でもT ってでも下タイガーは X より長いですからね。あ、ピオル。あピオルない。やっぱりタイガークラッシュとか踏み越して、お投げ前やった。はい、S でも、まあ、S でも有利なんじゃないかな。よく、まあ、踏んでしまい、どうする？ここから通り、おっと、危なかった。ターボダッシュはできる。あ、できます。えダッシュとかターボできますね。できるよ。あと100巻もしゃがみガードできるから。今のはベイヒーさんね。次、ミヤさん対エイホーさん。ミヤさん 1P、エイホー 2P。 エイホーさん SDJ かな。エイホーさんでもいろいろ使えるからね。毎回違うキャラみたいなのもね、エンターテイメントだと思うんですよね。なんかエスフェイロンとかでいいんじゃないもう。エスフェイロン、エイホーさんが使ったら絶対強いでしょ。エスフェイロン、あの竜系はエスフェイロンがいいっていう。何使う？はい、どうぞ言ってください。はい、出ました。ターボバイソン出たー。これも好きですよね、エホーさんね。結構昔のバイソンシリーズも研究してる方なんで、はい、結構嫌ですよ。ミヤさんが何使うのか聞いてなかったけど、 SK になりそうですね。普通にこれはきついんじゃないですか。いや、ただおしっぱにしてなかったんじゃない。 X かなってる。さあ、いや、SK は重要なんですよね。あー、ピオル。そうまいですね、垂直。いやいや、やってますから。投げる。さあ、露骨で投げる。足死んだか。画面端だったからね。お、振り向きじゃない、振り向き、振りに裏に行くと見せかけて。さあ歩く。めっちゃ歩いた。うわ あちゃんと今ターンで透かしましたね。ね、俺、いや、ちげえよ。またこれ自分で間違えた。12、リクさんとトネピーさん。これ今からでも直んのかな。あ、違う、13だ。いや、よくわかんないですけど。え、リックさん、誰か聞いた？何これ？え？ SA じゃない？ X メイロン、なんだこれ？いや、中足デッカやってればいいんじゃないですか、もう。お、なんかいきなり。お、繋がってる。はい、終わりです。301点です。いやー、いいゲームです。あ、つまんねえなこれ。はい、次2回転対ヒデ。なんかヒデターボチュンリーとかにしようよね。誰？いや、ヒデくんは X チュンリー。ほぼ X チュンリー、はい、あ、もう決まってるからかぶせて。いいですよ、なんでもいいですよ。でもバイソンで T ブランカという。お、これはいい。なしたね、これはいい。これはね、絶対知らない。これはヒデさんに情報を与えないようにしましょう。そうですね。さあということで、コモダさんをしてブランカでは最強じゃないかと。さあ、 T って言ってましたね、コモダさんも、はい、言ってましたね。ただ難点が一つあって、つまらないと。使っててひたすらつまらないので、わしはやらんと、はい、いうことをコモダさんは言っておられましたね。真面目に使ったら多分最強だけど、本当につまんないと。まあいろいろ揃ってるんですけどね。ああ、終わった終わった。運が悪いです。ということで、6、これ A4 勝ったんですね。 A4 勝った。で、 A4 対リク。 A4 勝ってないよ、ミヤさんでしょ。ミヤさん勝ったの。ミヤさんでしょ。9、ミヤさん勝った。はい、ミヤ対リク。ミヤさんが 1P。 これどら焼きですか。あ、そっちだそっち、あっちっす。このどら焼き2つは一体何なん。これ賞味期限大丈夫？大丈夫ですね。後で食いましょう。これ期限24日だからね。あ、今日ってこと？今日です。いや、それはそうです。これもう俺食べてていいから。はい、ターボ剣。はい、言っちゃったけど、何使うんですかね。ダルシムとフェイロンは見ましたよ。ダルシムですね。はい。さあ、お、これゆずるさん、さっきもやってましたね、ゆずるさんが。はい、いや、皆さんもね、使ってましたからね。
まあ、向こうはちゃんとした剣の、ね、型で、はい、ゆずるさんはゆずるさんなんでね。お、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていう、言っていいのか分かんないけど、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるかどうか、ちゃんとしてます。さあ行ったか、めくりじゃないけど二択に行った、二択に、そう、竜巻は美味しいね。なんだ今の、膝出そうとしたらなんかレバー入んなかったマンみたいな、ドリルが間に合ってなくて、高い、削れないけど、大昇竜、大昇竜ってあれ3ドット削れるんですかね。無理無理無理、2で2じゃあ2ですよね、 2ですね、2だけど、あの初段が減るから3ぐらいいけるかもしれない。なるほど、そういうね。ミヤさん、第2、ヒデ対ミヤ、はい、はい、ヒデ、早えな、選ぶの。誰です、誰、いいや、何使え、まあ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 、いや、どうぞ、ご自由に、もうここに来て、スケンでもいいっす。いや、普通に X 剣の可能性ありますからね。あえて普通に X 剣みたいな。いや、S 剣です、はい。さあ、投げに受け身が取れないのはどっちも同じなので、多少ね、どちらかといえば S 剣の方が美味しいみたいには言いますよね。ちょっとね、これは相性が逆転してるか。さあ、これもね、僕の希望はですね、はい、二択とかいかないで全部投げに行ってほしいですね。なるほど、ハイパーなんでね。さあ、画面は上位詰めた、鳥かご、ヒデの鳥かご。さあ、かなりヒデがいい感じ。さあ、いい鳥かごだ、いい鳥かご。さあ、いやー、一人だけ滑ってますが、このままいきます。ルーザーズ、さあ、敗者復活、ルーザーズでしょ、敗者復活でーす。はい、ルーザーズ、はい、ヒデはどっか行っててください。破天荒 A4、 破天荒 A4、 A4 さんこっち、破天荒さんこっち。さあ、はい、聞きました、こっち、はい、はい、はい、出ました。何ですか、 SDJ ですか。 SDJ です、はい、T 流対 SDJ。 龍拳は SDJ はまあそんなに変わんないでできると思います。要は一応、要はエアスラ打って飛ぶだけだからってことでしょ。あの、めくりがちゃんと機能するんで、あ、調べたんですけど、意外と大体のキャラめくりできます。大キックで触れるってこと。いや、中キックでできます。え、中キックでいいの。できます、 SDJ の。できます。へぇ、あの、後ろに短いだけで、お、出た、お、出た、これが見たかった、これが見たかった。調べたんだけど、あの、全部抜けます。S 剣の弱波動でも全部抜けます。抜けた後どうなの。あの、無敵が20フレぐらい多分作れるんで、頑張れば抜ける。あの、いや、で、連打をタイミングよくするとめっちゃ長いんで、へぇ、でも近かったらダメだけど、もちろんジャンプ大キックなんか長くないですか。あの、出が変なんです。あ、で、出が変なのか。出が変なんです。グラフィックと判定が違うから長いように見えるってことね。あの、直角に足が立ってる時が判定あるんで、へぇ、出が変なんです。エオさんが微妙に分からん頃、10、次、農業ムナー農業ムナーリ、農業ムナーリが先なの、これ、うん、農業ムナーリが先、そうだね、うん、まあまだ大丈夫です。農業さん、農業ムナーリいた。てか、農業さん意外と何使うんですかね。 T、 まず T から、まず T から始まった。 T って言ったらもうザンギじゃないの。だって T ザンギですねT ザンギとない、 T チェンリーなんですか。あ、T チェンリーだ。え、大丈夫かな。絶対使ったことないでしょう。飛行圏のコマンドがありますからね。コマンド、コマンド、うん、あの、フレームです。さあ、その代わりリバファイヤーよりはるかに出るのが遅いんで。あっと、これは気候使わないタイプ。死んだ、死んだ。 お疲れ様です。あー、ダメ。あ、お疲れ様です。お、やっぱり冷静。あっと、頑張って。あー、あー、いつ、ご、いつ、はい、はい、こっち、ニーアーカワシム、ニーアーさん、こっち、ワンピース、うん、ニーアーカワシム、ニーアーカワシム。さあ、多分フリップでよくやってるんじゃないかというね。いや、でもハイパーはやってないでしょ。ハイパーはやってないと思いますけど、ニーアーさんはまあベテランなんで。カワシムさん何使うんですか。ターボダルシムと、ダルいいですね。ガエル、ターボガエル、ターボガエル出ました。いいですね。はい、でもカワシムさん意外とターボぐらいからやってるんじゃなかったっけ。いや、ターボダルシムはね、カワシムさんの戦い方に向いてると思いますよ。そうなの。テレポあります。テレポターボからあります。出ます、出ます、あります。えい、よくわかんない。
よくわかんない。スラストはないです。スラストは近距離になったら出ます。ドリルは大だけあります。めぐりはない。投げ返し、お、うまい。同志押しができる。まああのできるでしょう。今この中にいるメンツの中で一番ストツ長くやってますからね、そうですね、ヤさんはね。そうですね。お、リバサ出る。リバサも出る。リバサ出る。あ、もうリバサ出る。最初後ろに入れてたんで、リバサのテレポが後ろに出ましたね。そうですね、はい、さあ投げが減らない。待って、ターボのテレポもバグるの？思ったけどバグるんじゃない。ターボもバグるのかな。ターボは頑張れば前に出るんじゃない。ほら、で、あ、ちげ、リバサじゃないからわかんない。リバサじゃないからわかんない。いや、弱いですよ。さあ投げる？減らなくない。これガチャしない。当然、ガチャしない。もちろんですよね。ターボダルは一番減らないです。ニアさん 8? 次、ユーズルバイパー。ユーズルバイパー、バイパーさんそちらで大丈夫です。どうしよう。さあユーズルさん、ちゃんとね。何、どうちゃんとね。ちゃんとしてね。言わなくていいっす。です。さてと、これユーズルさんが使えるキャラの中でこれ一番ハイパーでエンタメなのは何ですかね。あ、意外と、あ、意外とね。そう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 、あの彼はガイルから DJ 乗り換えた組ですね。あれですね、羊さんのホームページには、まあ今は直ってるけど最初はガイルで乗ってましたからね。はい、ワイパーさんも昔、春日部のゲーセンでよくなんか竜と書かれる気がするんだよな。そうですね、竜とガイルはバイバーさんのお気に入りのサブキャラですよね。これ、ゆずるさんがガイルをやめたのはなんでなんですか。やっぱり自分に合ってなかったみたいです。あ、攻める癖がやっぱあるので。なるほど、うん、やっぱガイルよりも DJ の方がっていう感じでした、ね、そこであえて攻めガイルみたいな選択してなかったんですか。やっぱ、あー、ほっと酔った。あー、惜しい、惜しい。刺されて。でも同時押しを中盤にしてたのなんかはなんかバイパーさんのやり込みを感じますよね。ああ、そう、大だと、そう、小大アッパーだとアッパー入らないんで。そうそうそう、そういう中にしてたのはバイパーさん知ってますって感じですよね。さあバイパーさんが15、次これ何、どれやったらいい。こっち寄りのやつからなんで、これやっちゃったんで3って書いてあるやつです。ここ農業さん対トネピー。トネピー、いやー、俺何してきたか分かんねえなこれ。はい、なケーキ、別に僕サンタさんじゃないんですけどね。はいはい、 P 何、はい、どうぞ。 T ダル対 S、 これいい勝負じゃないですか。いや、クイックダブラリーが足払い無敵なんで、タッチダイパーも抜けるんじゃないかな。あ、死んだ。テレポだ、テレポ、リバーサーテレポだけでいけ。出ない。おい、出た。もう一回。お、掴んだ。すごいな、テープ。すぐ取りは X だけです。すぐ取り X だけです。もうちょっといけた気がするんだけどな。すぐ取り X だけだったと思う。そうだったっけ。なんかもうちょっといけた。中と一緒。なるほど。台しかないで軌道が10なんで。さあ、じゃあ次はニーヤーさんとシュウさんかな。なるほど。農業さんは5、はい、はい、ニーヤーズ、あ、シュウさん2ピース、こっちです。ニーヤーさん何使う。ずっと一緒。え、ず、変える、変える、変えるって。はい、はい、はい。はい、どうぞどうぞ。はい、T ベガって言ったような気がしますね。T ベガ対 T ケンです。T ケンですね。さあ、もう露骨にダッシュで強すぎたので露骨に修正されたターボベガ。ただしテイルは残っている。残ってますね、はい、隙がただ長いのでどっちかというとちょっと投げ負けに安くなってるらしいですね。あ、そうなの。あの隙がちょっと大きくなってる。さあテイル、お、テイル狙う、投げる。これはあんま変わらないです。テイル、これは分かんないです。テイル重たい、重たい、重たい、やった、死ぬ。あー、ミスってる。なんでだ、同情に中ミスってる。大丈夫だった。さあ、あのターボのヘッドプレスは削れません。嘘、はい、ターボとダッシュの、あー、ちゃんと今ね、だって今ゼロドットだったのに死ななかったでしょ。削れないの、そう、あれ、ターボとダッシュは削れません。ヘッドプレスはシューさんでね、1、はい、次、これバイパーさん対シノニー。はい、バイパーさん向こうっす。行きます。向こう。さあ、シノ兄さんは多分同じかな、もしかして。ターボサワットじゃないですか。はい、
まあ、エッサが使ってほしいところはありますよね。いや、エッサがにしてくれる。エッサがの方が弱いから、ね、エンタメを分かってくれた。エンタメ分かってくれましたね。さあ、あ、まあでもこれはいい勝負だと思う。いい勝負、このちょうどいいキャラさ。はい、あ、いや、でもあじゃないよ。ちょうどいいキャラさになってる。投げる気がない。これで 5.5 ぐらいじゃない、サガット。あれどうなんかな。いや、6はある。弱いんじゃない。6はあるか。基本的な通常技の性能は変わってないんで。まあそうだけど、遅っ。いや遅いよ、超遅いよ。さあ上から来る。さあ2。なんだこれ。さあ4。さあ次、A4 さんと農業さん。お、いい勝負ですねこれね。これ何、 T 残儀対 T 残儀とかやってくれるのかな。やってくれるんですかね。 A4 さんって農業さん。 A4 さんあっち。農業さんのキャラは決まりました。決まりました。決まりました。さあ、エオさんは考えてます。これは多分あのバイソンとザンギでもやってます。ああ、なるほど。T のね。そう、 T ザンギか T バイソン。どうぞ。決まった。さあ、ターボだった。おー、出た。決まったね。出ました。 T ザンギ同キャラ。エンターテインメント分かってますね。分かってますね。決勝を抜けた人とは違いますね。お、さあやりづらい。さあ、これどういう読み合いなのかよくわからないが、でも重い。吸った。ハイスピードを吸った。農業さん知ってる。やばい、これハイスピード吸う。まあね、確かに。うわ、うまい。見えてる。これは残技力の違いを見せつけていく。すごいな、これは。さあ、吸った。通常パイル高め。いやー、うまいですね。ハイスピードを吸ったあたりがもうかなりのハイライト。はい、次、シュウさん対シノニー。シュウさん対シノニーですって。さあ、シュウさんがもし下がっても何でもいいです。シュウさんも多分何でも使うんで。はいはい、まあ、これ一通りキャラ見た感あるんでもう何でもいいですね。あ、はい、あ、そうですか、はい、結構満足しちゃった感ある。さあ、ターボの強いキャラ同士来ましたね。ターボではやっぱターボ稼働当時の話は知らないが、ターボ稼働当時多分ターボ剣とか竜が多かったんでしょうね。まあ竜剣はそんな想定的には落ちてないんじゃないですか。あ、やっぱあと空中竜巻の動きが楽しいっていうのもあって多分多かったと思いますよ、はい、そうですね、うん、それに引き換え四天王はあんまり追加の技がないんで。お、見てから投げて鳥かご。怖い。あ、この距離だと、あー、あの距離だと多分リバサしたタイガーがガーフになるはずなんですよね。密着で当たっちゃうから密着はなりますね、うん、さあ4、これで上側農業さん対2回転さんに言う。でもまあなんかもう座ってる方でいいわ。これいいや、これでいいんじゃない。あ、入れ替わった、うん、いいよこれで、うん、移動がめんどくさいので。はいはい、S ホンダって言ってますよこの人。いや、ホークじゃない、あ、ホンダ。うん、S ホンダって言ってますよ。かぶせだ。ひどいですね、かぶせた。いや、これはでも農業さんがやってくれる。あー、これは、あっ、わかんないぞ。バーン、頑張った。あーっと、投げ返す。きついきつい。ピヨルピヨル。おっと、っダイエットから、あー、ピヨンない。ピヨった、が何もできない。コパンが強いぞ。いやー、どうする。ダイエットスクリュー。なーっと、あー、見てたな。これは歩いて吸いに行ったが、頭突き3で、こっち、シノニー対リク。はい、いた。じゃあそっちで大丈夫です。はい、どう、あ、いい、こっちでいい、うんうん。さあ、ダルシムと、うん、多分向こうはダルシムを使ってきそうな気がするんですよね。フェイロンでしたね。すいませんでした。まあまあね、まあ下がったなんでね、フェイロンでもあり。さあ、ムナイさん、下がったフェイロンはやばい。 X 下がったです。やばいやばい。下がったフェイロンはどうなんだろう。一応下がったなんじゃないの。え、フェイロンでしょ。何言ってんの、何言ってんの。全然フェイロンでしょ。あ、そう、
あなたそんなに。そうですよ、僕のフェイロンとやっても多分そんぐらいになりますよ、ユーズルさん。まあ、そうですね、うん、てかサガットで勝てるキャラいないですけどさあ上飛んでいく、2位が打ってくる、おいしいイメージ込み方。さあ遅い、遅いんですけど一応軽減あります。ありますよ、あります。さあリバーサル、おーうまい。あーっとリバーサイン、リバーサーあれがある、なんだっけ忘れた、タイガーレンジャー、ジェノサイド、ジェノサイド。あー負ける、何それ。おおいしい、超おいしい、なんか漏れてたっぽいけど、はい、これ4、はい、シノ兄さん、2回転とシノ兄さん、そのままやってもらいましょう、もう席ね、うん、そのまま、はい。さあ、なんかはい、ターボバイソンということでね、なんだろう、じゃあターボサガットにしてもらいましょうか。さあ、まあでもなんか最後一瞬フェイロンのジャンプ中パンチかなんかとサガットのジャンプ攻撃の何かがバンバンバン。さあ、しかしターボなので減りません。いやー、でもこれもう終わりでしょ。いや、どうやって勝つの。ターンパンチです。無理でしょ、ターンパンチです。あ、終わった。でもワンだって。はい、終わりました。なんでワンなの。終わりました。なんでワンなの今の。さあ5ぐらい行ってたでしょ。通路でミヤさんがね、はい、ミヤさん、で、ミヤさんいるよ。シノニー対ミヤです。はい、はい、そうですね、どっちも移動なんでちゃんとやってもらいましょう。シノニー4と、はい、聞いて聞いて。いや、ルーザーズ決勝、そのヒデ君をいないことにしたい気持ちは分かるんですけど、これはルーザーズファイナル。そうです、残念ながら。いや、ヒデさん最後にはきっとやってくれますから。ああ、まあね、はい、温めてますからね、場をね。ライフ1個あるからね、余計に。あ、そっか。そうね、もうそういうのいいんじゃないですか。ライフ2あるから。1位はね、そう、1位はなんかハイパーをやってもいいんじゃないっていう。さあ、あー、ピヨンないんだ。運が良かったですね、これは。終わった。あ、そう、あれバックジャンプバックやっていきますね。抜けない、流剣だけ。そう、なんかこれキャミーでもやってきたんだけど超食らってダメじゃんって言われました。おっと、タイガーに、タイガーに投げ。なんだこれ。あれ DJ もダメなんですか、バックジャンプ。流剣だけじゃないの。マジ、こんな判定だよ。4番。さあ、あれ、はい、で、ということで、はい、デイヒー対、デイヒーどっちがいいの、シノニー、コンパネ、コンパネ、デイヒーどっちがいいの。まあ、ワン、どっちでもいい。シノニーさん、どっちがいいんですか、コンパネ。あれ、ワンピーがいい。はい、ワンピーなんだ。そうでね。ツーライフだからね。ツーライフだから、別にチュンリー2体もいらないんだよ。ツーライフだからね、これね。はい、何せね、ツーライフっつっても1ラウンドだからツーライフな気しないっすよね。まあそれはね、ぶっちゃけ何か事故ったら終わりですからね、はい、心配な気持ちはありますよね。おっと、まあ確かにヒデさんが練習してるキャラっていうとね、龍なんでね、うん、ああこれは、これはまあちょっとなるべく2000点ぐらいもらってほしい。おっ、ファーストアタック取って、あっと、さあ飛んでく、思ったより。さあ2位、さあ2位が超速い。2位待った方がいいまである。アパカ あんまり減らない、あんまり減らない。うーっと、意外と押している。デーヒー、デーヒー勝っちゃうか。デーヒー、さあ昇龍の練習、デーヒー、おーこれ完全優勝です。完全優勝、デーさん優勝おめでとうございます。イエーイ。さあ梅原昇龍で優勝、見てから入りました。イエーイ、勝っちゃった。嬉しいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかったですね。じゃあヒデさんちょっと、はい、ケーキ、ヒデさんケーキ食えるってよかったね、はい、うん、はい、あーん、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これもういらないです、どうぞ。はい、でケーキみんなで食べてください。じゃあこれハイパーがなんか動い、ハイパーのまんまでやるのかな。あ、戻した今、あ、戻してないわ。フォーク10本なんで、はい、ちょっとうまい子でやってください。はい、じゃあ1本はあれだな、1本と、分割用にしよう。じゃあ、ありありで東西線にしましょう。あ、東西線、何ありありって、コーヒー、ありあり、何が、豪気ありと、まあ、豪気ありってことかな。え、あ、D あり、 ND あり、なんだ、かぶせあり、豪気ありの略かと思ったけど、違った。かぶせ、順番は決めんの。じゃあ、はい、じゃあ、キャラは決めて、順番は、順番は、俺ケーキ食べたいんだけど、これ。いや、あのね、
ちょっと A4 さんが買ってきた。あの A4 さんが買ってくるっていうことにしようと思ったら持ってこないって言うんで持ってきました。いいやつだと思います。地元、あ、父、荒川沖です。え、荒川？荒川沖、平たく言うと土浦の方です。はい、ケーキ、なんかケーキの ブース作ろう。 ここじゃみんな食えないから、どっかパソコンの上は危ないけど、そっち側、はい、ちょ、映して。ちょっとえ、落ちた知らない。まあまあ、いやー、どうしよっかな。ハイパーか、いや、意外とやっぱ昼間とかだったら全然売ってるんで、ケーキって一口二口食うぐらいが一番いいっすね。そうそうそう、丸々食うとね、もう後半飽きてるんでね。そう、もう状況はどうでもいいんで食いてえなと思って、とりあえず買ってきました。一口大事。そう、ケーキ飽きるでしょ。なんか、まあ、たまに猛烈にすげえ食いたくなるときはあるよ。もうなんか、いや、食っていいなら俺半分ぐらい食うけど、紅茶かなんかがないとさ、まあ、コーヒーとか紅茶とかはないと無理。いるけど、うん、まだそこまで持たれるって感じでもないんで大丈夫です。これ何？全然飽きるでしょ。超絶甘いもん。なるほど。もうモンブランとか2口目ぐらいでも飽きてるからな。モンブランは下のこの部分がすごい。なるほど。何でもありだからな。キャラはね、ダッシュチュンリーかな。ゴーキは多分ダメだけど、あとは何でもありで、キャラを今とりあえずみんなに聞いている。ヒノ君とミヤさんでこれ取り合って。なるほど。ヒノ君は今日忘れたから、ライフ2つ持ちで2人分、はい、やべ、結構みんな真面目。何が？あ、D な、なんか D 差が2人っているの。そうだよ。あ、マジ大勝、あれ大勝利、波動です。波動が勝利になっちゃった。あ、最後の秀勝利は波動。はい、ちゃんと2本ね。はい、エホさんもういない。 S ブランカしかいないよ、もう。S ブランカしかいないよ、もう。A4 さんの S ブランカ結構うまいんすよね。いや、A4 さんは S ブランカで大会優勝する男なんで。そうそう、なんかずっと前だけど、ゆずるさんの DJ にもなんかの試合でなんかポッて勝ってたりして、うまいなって思った。普通にもうなんか極限状態の。そうそう、なんかすごい、急にロックマン2になるんで、あのキャラがすごいね。うまくて、ロックマン3だったのが2になるんでやばいんですよ。うまいなと思った、はい。うん、まあ、そういうのもあるんで、ちゃんとやるようにしてるんですけど。何が？え？ブランカ戦。あ、そういうこと。まあ、ちゃんと行かないときもあると。S とかに負けないようにっていう。そう。だから、この間ちゃんと、スパコンを投げるとかはちゃんとやったんで。え？ DJ で？ DJ で。DJ で。すごいっすね。DJ の投げ前でもできる？いや、全部できるでしょ。いや、そうだけど、猶予がほら、ねえ。いや、言うほどタイミングだけだからできると思うよ。あったけど、これ何、次ちゃんと2ラウンド。2ラウンド、次はちゃんと東西戦は2ラウンドだそうです。普通の東西戦だね、はい、普通の東西戦だ。今フリップただいいですよ。やっていいですよ、いいですよ。農業さん N 残機解禁しても。あ、なんかいきなりシンプソンが出てきた。さあお、これはこれどうなんですかね。いや、やばいです。割と無理でしょ。やばいです。これ、ソニックだって多分しゃがみコパンが、あ、しかし、あ、リバサじゃない。しゃがみコパン多分ね、あ、終わったな、これ。張り手潰せるんですよね。あ、
いや、そうだね、いろいろ潰れるんじゃない、ね、真面目にやって、真面目に。いや、これソニック打たなくていいと思うよ、だって、ね、しゃがみジャックパンとしゃがみ中キック下がり以上。あ、まあ、ああいうことをやってもまあそう、あの、と離れたら打って、あとは打たなくていい。もうしゃがみジャックパン、多分これ最強説ありますね。さあ、なんかそれっぽい対空していくが、大キックじゃダメなのか。大キックは早めの中キックかなんかで潰れちゃうのかな。ラウンドハウス負ける要素なし。なし。そういえばさっき誰もやってませんでしたね。あーっと、あれでピヨンのかよ。さあ、ミスったけど着地の隙ないよ、今の。確かに着地の隙ないからサマーとかだったね。はい、さあ、はい、だ、普通にあそこで投げ返しの読み合いになります。さあ、いいですね、いいですね。遊ぼうって言って遊ばれるっていうね、いいですね。なんでこれガイルだけ顔グラフィック変わったんですかね。いや、みんな変わってるよ。え、あの、意外と変わってる。ターボまでに結構いろんなキャラをかけ直されてる。へえ。確かに、いや、竜とか幼いじゃん。竜違うわ。竜かなり幼いじゃん。他のキャラもこの輪郭のところの黒いところがちょっと変わってたりあるんで、チュンリーとかあんま変わってる感じしないんだけど。あと、やられた顔もだって、あ、やられた顔、 N ブランカひどいのとか直ってるじゃん。うん、変わってる。結構違いますよ、あそこは。さあ、ピオル、なんか、なんかさあ、謎のリフトで、リフト、しゃがみリフト、謎のリフトからの謎のリフト。これは農業さんが N 残機で入るんじゃないんですか。決まった、キャラが決まったらしいが、え、順番もでしょ。順番も決めて、あ、行っちゃった。ちょっと誰か N 残機、はい、やって。さあ、トネ N 残機、あ、終わったかな。これはまずいな。おっと、ミスったけど、アルイティス。いやー、この N 残機の跳ねなさね。さあ、ソニック対空で、こっから要塞ができるか。さあ、 N 残機のララレットは歩けないので、歩けないので歩いて刺しに行き放題ですね。さあ、歩いたのを狙って飛んできますね。そう、ラウンドハウス。あっと、しかし、あん、さあ、しゃがみぐらいとか意味がない、意味がなかった。さあ、ちゃんと話ができてたら何も起きません。だって、ザンギも多分ダッシュ、あれ、ターボは全然違うもんな、顔が。さあ、 D チュンリー、なんかあれ、チュンリーって D が一番弱いって言われてなかったっけ。お、スピバのコマンドはしていた。決まり、あ、手書き。さあ、さあ、歩き水が、対空が潰されまくる、強いですね。多分判定はそんな、残機に関しては極端にはいじられてないと思うんですが、まあ、やっぱり期待値重視で N 残機なんかは上ばっかりになりますよね。さあ、なんかジェネティさんっぽい。さあ、対空がないぞ。
あお疲れ様です。ちょっとニーヤさんがやるから。チーム当て完了。ワンピー側、カワシム、ミヤ、トネピー、破天荒、ニーヤ、ムナーリ、リク、ノーリョー。スーピー側がシュウ、バイパー、エーホー、ユーズル、シノニー2回転、ヒデかける2です。はい、もう順番もそれね。順番それ。あ、今から。さあ1点。あ、でもあれか、ザンギーもリバサないからできるよね。いや、できないけど、起き上がりに何か重ねても投げれないから、リバサ投げのみだから、中足重ねとかまあありっちゃあり。そうですが、いや、ダメだな。あれ、そう、通常投げ同士になる。最速でスクリューは出ないで、投げれないんで、弱から投げとかを永遠とやれば、一応五分以上にはなると。あー、ケーキ余ってんじゃん、もう食うよ。突然のペコペコさん、配信見てる場合じゃないでしょ今日。まあ、ペコさんといえばね、ペコさんといえば S、ね、お金を払ってでも合計を使う方ですよ。ペコシュウさん、今頃ペコさんが配信に来たの、なんでこっちいないの、なんですかね。一応クリスマスの事情が入ってしまったんですかね。あ、そういうこと。さあ、いや、もう そういうなんか、もう何でもいいから暇だから来ようみたいな人たちの集まりなんで今日は。さあ、そういう人たちが結構普通にいるだろうと思ってケーキです。優しいなね。さあ、ただでDガエル対策できるなら今のうちですよ。今のうちだけど、誰でやるんだろうな。いやー、 S ダル。さあ、いきなりサマーをもらって、対空がない、固めが強い。さあ、サマー当たんない。さあ、もう逃げに入ってる、やばい。はい、じゃあこれで終わりにしましょう。はい、お待たせいたしました。これで順番決まりましたので、東西戦これやって終わりにしましょう。おうちでクリボッチ、えペコさんがおうちでクリボッチだって。はい、おめでとうございます。なんだ、今日来れば今からでも間に合いますよ。メリークリスマス。1P 側、リクさんの S バルで、2P 側がシノニー D サガット。開幕からやりに行きました、これ。いやー、これは7立てありますよ。8立て。死んだー。
おい、はい、じゃあストップ、リセットしてください。2ラウンド選手です。お、いいっすね。はい、じゃあリクさん、シノニー、はい、じゃあ始めてください。D チュンリーの弱さを多分、知らなかったですね。遅すぎでしょこれ。 D チュン一番弱いと俺言ったじゃん。さあリクさんはなぜか S バルログ、そしてシノニーはウキ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 2位で突っ込んでくる。アッパーカーを置いて、うわー、あ、2ラウンドです、2ラウンド、うん、これは普通の試合ですよ。シノニー D 様はね、まずいですね。D 様がそもそもまずい。あ、そうですね。あ、引っ掛けて例の変なやつですね。あれ、バグ直ってなかったんですね。 X でも S バルログはすぐ引っ掛けると手前に来ます。おお、投げに行った。投げに行くのはありですね。当て投げしようとするとアッパカでガーフになって死ぬので、そこはおすすめしません。そうそうそう。さあシノニー勝った。ミア・ディー・バイソン、これどうすんだろう。これ超きついですよ。ターボでターボで7-3ぐらい。ターボでやっと7、ターボバイソン D サガットで7-3ぐらい。じゃあこれは9-1近いと思います。そうですよね、 8.5 か9ぐらい。はい、とりあえずタイガーショットとジャンプが落ちないと。タイガーショットがねきつい。うわー、さああんのか。そして2位投げ、2位が大好き、シノニー。次が、農業 N ザンギーとユーズレックチュンリー、頑張っておいてください。さあしかしダッシュバイソンは夢は詰まってますからね。龍拳に飛び込むと、はい、ジャンプ強攻撃ダッシュアッパーでピュールんですよ、はい、ただサガットはそれがないんですね。というわけでアッパーがスカッちゃう。いや、あ、届かない。アッパーがしゃがんでるんで当たらないっていう感じの話ですね。じゃあ大足でこけて終わりみたいな。届けばね、まあ、あんま届かないですね。 あんま届かないですね。さあ農業 N ザンギ、これは期待でガーッ、つながる。さあこのキャラ弱いってみんな言ってますけども、弱くないです。 N ザンギ、いや弱い、弱くないでしょ。へえー、ボタン離しで捕まったら即死するんだよ。え、まあ、捕まったら別に、まあ、捕まえなくてもジャクジャクジャクとかはありますけど、何かでこけたらほとんどのキャラは起き上がれないで死にますからね。まあね。あ、今下ショットダブラリー避けましたね。避けれる、うん、避けれるんですね。うわー、これはもんだスクリューで、あれボタン話ですけど、アパカ出せばガーフなんでダメですよね。結局ダメですね。あれでも全身無敵はある。あ、ありますよ、ありますよ。あ、一応ちょっとあるんだ。うん、足元に攻撃判定がないだけで無敵はちゃんとあります。さあ2、あー、やっぱり来た。シノニーは完全に D サガっぽい動きになっている。 XS でもこの2分回しスタイル。あー、バカしっかり落とす。農業ダメだったか。そして破天荒、通流、これ7盾ありますね、うん、ヒデ君は勝つ気満々で、この夫人しゃがみ投げの方がいいですね。え、もみを、いや、もまないんで N ザンギとかはチャブ投げ、うん、えいって言って、で、チャブ投げの方がいいかなと思いますよ。大体を詰められてるんで。おっ、破天荒が、破天荒、ここまではいい、ここまではいいが、まだ慎重に立ち回らないといけない。
昇竜引っ掛けた中ボス忍びはすぐにパシック止まった。ここで打てない。そこで打たされる。見てからですね。ティーバイソンはカプセルになってません。残念ながら飛びが落ちないんでね。破天荒さん頑張ってど。おさあ投げで、あのガーこのアパか。こんなもんがガーフでいいのかというヘリをする。空対空。さあこっから中ボスにアパがとりあえず出して OK。 シノニーが4打でトネピー D チェンリー。さあこれどうするんだろう。ハイパーストリートファイター2 D を解禁するとこうなります。なるほど。対抗できるキャラがダッシュベガ、ダッシュガイルぐらいなもんですからね。いや一応バイソンとかいけんじゃないですか。 X バイソン、 X バイソン全然いけません。X チュンリーなの悪い。あるいやー今もったいないな。 いけない理由がありまして、はい、あーまああの次足発揮、あー最後見せましたね、うん、さあ対空は何があんだこのキャラ。おおお、いやさあおおトネピー頑張っている。トネピーダッシュチェンディが頑張っている。えいいや今のはあのアパカ警戒なので悪くはないですね。さあ踏まない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 、気候はない、気候はないので逃げ逃げるしかない。食らわないで済まそうという。あら空中ヒットこれダメだ。さあ2位が来るのか。死ならなかったな。向こうに行きながら中キックはなんか出したのかな。はい、おピオリーチピオンないピオンないピオンない。さあこれはまあない離れて台がショットモードになってしまう。トリピーが頑張る頑張る、弦が入る。さあ白に苦しそう。やれる、よく反応した。倒した。ここだけを見てた。さあそれではユーズル X チュンリー、キャラ差を感じるぞ。結構嬉しい、これ嬉しいよね。さあシノニーの7盾を阻止した。ユーズルがなぜか X チュンリーダッシュレガとかに対応しやすいという噂がある X チュンリー。なんかダッシュベガはいなかった。ダッシュガイルは2体いますね。ダッシュサガットも2体。さあ、あっとこれはヒデではなくユーズルチュンリーです。投げてまずは譲る。やはり機動力は同じなのでゲージの強さでしょうか。そこがかなり大きく出ると思う。ダッシュチェンリーは通常技もちょっといまいち。さあ詰められている。100列を投げてここは普通に出していく。さあ譲る負けで僕か。ユーズル勝って、ニア D がいる、ニアダッシュがいる。ここからですね、 D ガイルとか結構エグいの来るのは。ダッシュサガット戦やってた。おーシュウさん、シュウさんは D ガイルです。ダッシュガイルとダッシュサガットしかいなかった。あーそうなんですね。うん、さあ D ガイルは投げられて、 D ガイルは弱点が、はい、あれですね、投げ前がちょっと狭いと。ん？投げ前がちょっと狭いと。へなので詐欺飛びから投げに来られると結構厳しいものがある。あなるほど。
ね、ヒット確認してちゃんと、ダウンにつなげられるキャラだったら、はい、いける可能性がある。可能性が。お、うまい。中返すから。バレバレ。やばいぞこれ。やばいやばいやばい。追い込まれた。いや何もできず。ムナーリ脱出サガト。D サガ、 D サガのお返し。こうやってやるんだぞと。なるほど。さあ D D サガ来ました。ハイパーでは、はい、実はそんなに使用人口が多くないキャラですね。ダッシュメガとかダッシュガイルの方がはるかに多かった。あですよね、なんかそんなイメージがあります。うまい。しかしヤバさで言ったら相当バグってる勢いです。ですよね。さあ、吐かされたが相打ち。これがエグスチュンリーのいいところ。アッパー勝てない。なぜか何使いだあ、でもね、ダッシュは、はいはい、アパカの強で出そうとすると、はい、ボタン受け付け2筆しかないので、マジかなり難しいんですよね。引き付けの強アパカ相当難しいですよ。へぇー、今度は出ると、あのように弱の方がおすすめですね。あ、そうなんですね、なるほど。さすがに強は減るんですけど、ただその代わり2筆しか受け付けないと。それはやばいな。痛い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 。ファイナーショットも2フレですからね。あ、強ショット連続。あー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 、これモザイク。これやばいやばいやばい。おでんはおでんはああおでんは安定だった。さあここで2回転 N ガイル。忘れてる。お、このデーモン忘れてると2回転が座った。そうですね、結構ね。何そばっと。おっと、あ、そういうことか。なるほどこれこれ違う、全然違う。なんかね、 A4 さんがね、はい、A4 さん喋ってじゃあ多分だと思うんだけど、はい、これ多分 N ガイルって、はい、D サガの車体が立ちガード不能なはず。え、え、クライ判定のせいで、ガードの。おぉ、マジで。え、グランドタイガーをしゃがみガード不可能。いや、立ちガードできない。あ、立ちガードできない。下段判定になる。へぇー。確か。間違ったらごめん。いやいやいや、やっぱり、ハイパーは一回真剣に考えた時期あったから。あぁ。さあこれは、うわー、ガードしている。歩きガード渋い。おお、やって、でんでんでん。おお、なんだ今のは。今頑張りましたねと。がん、多分これがやりたいためだけにやったんです。確かに。さあ大将カシム、残るは6人。言うてもやっぱハイパーの X ダンシムってリバサーテル、はい、速攻ですからね。あ、そっか、そうっすよね、うん、ただこの、これね、結構 N ガイルの火力半端ないんで。確かにダルシム側もちょっとよちよちやってると。そう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 、事故でもピヨったらマシンガンジャブでピヨからピヨ行くんで。うまい。どっち。うおー、裏点が大きい。ある。さあリーチがかかる。そこの相打ちもね、相打ち超減ってるんだけど。やばいやばい、痛い痛い。おーおっと、危ない危ない。裏点だったらやばかった。そこのこれ1回食らったらやばい。やっぱ下積み。おー、でも5分で、もう鳥側結構つらいはず。ちょっと離れて、しかしリセット。あそこの一発がね、重い。うお、マジで、あれ勝つんだ。あ、ゆうち、あ、超減ってる。これはどっちも死亡圏内。あ、いった。あ、でもね、これ、あの体力死にますからね、これ楽しみ。そうっすよね、本当に。本気で行くぜと。これやばい。
橋は基本的に X さんとあるこれは着地ゼロ振り。あ、そうなんすね。着地ゼロです。へぇ、硬直が。わあーやってあかんってやりたいだけやりたいだけの2回転なんとやっちゃいましたね。あれあれすごいな。コパ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 。あ、そうですね。俺あのコンボだけね、あの初期の SNK をね連想させますよね。あれでしょ、 KOF94 でしょ。そんな感じ。なんかみんなあれがやりたいだけな感じあったよ。あの昔ヘイは10円台に94があったけど。さあこれは、デイヒー今日のチャンプの準備ですね。さあさあどうせならソニック2回でピョってほしいところですが、さあビビりすぎて前に来ない。この組み合わせなんかピョるよピョるよ。おっおっ取った。どうなるどうなる。あ、そう封印があるんだよね。あーピョんない。おこれわかんないぞ。おおとちょっと今のはさあバレてる。完全なるバレーです。ああいう時はどういうの、普通にだからリバサがないから適当に埋めるのがいいのかな。やっぱり正面でもいいから。まあそう通常はそうですよね。チュンリーがめんどくさいのは、俺ガイルが投げ打ちに取れないのが逆にめんどくさくて。あーとんと近いから置き攻め行くには早い。ああなんか当たんないんだな、すごいな。あーやばい、ちょっとこのゲーセンハメか。大丈夫か俺。どうする。さあコンボができてない。あどうする。中足投げ中足投げ。あ今のおおいいですね。今のは投げれる、うん、実際あれそうやっぱり。おお投げ返し、投げ減るな。いや減りますよそら。さあこれ投げ返しでも減る。おっ潰してピョーレあーピョーンない。さあ N ガエル離しといて。おどうする。投げる。あーしんどすげえしんど。さあこれでバイパーさん さあ突然普通のスポツ X に戻ります。まあでもやっぱりスピードが違うんでね。あ、まあそれはあるかもしれない。でもこの組み合わせは別になんかそのハイパーだからどうこうっていうのがないので楽しめるカードかなと。あ、通った終わった。おお。さあ早いゲームだな。うわー、そうやっちゃう。なんだ今の。飛行圏埋めておいて着地のあの飛びかぶせの下段タグですね。あ下段がレンガになってるっぽくて完全タグですね。なってる。どうして前飛び埋めたけど大転生かなんかで落とされる。追い返す。ゲージ入っちゃったぞ。いや基本的には入んないはず。さあじりじり追い詰めて。おしかしこの円台系が取って、うわ削る。どうする。さあ振り向きま、普通にジャンプ台キック当たるんじゃないの。さあリーチ危ない。おちょっと信じたっぽいな。はい次 A4 ディープランカー。さあ A4 さんに、いやヒデにはこのまま頑張ってもらって、ヒデ対ヒデよね。A4 さんの D ブランカは強いんじゃないですか。いやこれ多分気候打ったら負けます。ああなるほど。なので気候打たないでゲージを貯めると。ああそれいいですか。なんかそれ A4 さんの思うがままじゃないですか。うわーで今何かを突破してきましたね。さあ飛んできて。ああネタネタがいろいろ、ネタがいろいろ目の前で止まるとか。目の前で止まる。あったかも。ターボまでは止まる。ターボまでは止まります。はい逆にホンダは目の前で跳ねちゃうんですよね。なんかぐるっ、ぐるってなるんで。ぐるってなっちゃう。突き抜けていかないんでね。さあ間に合わない。確定ではないですね。確定ではありません。ダッシュターボより前は無理です。確定ではないですよ。隙が少ないんでね。はい、はい、なんか当て方によっちゃ
まあ思いっきりバイソンのストレートも間に合わない気がしたんだよな。マジっすか、確かさあここからはめに行くか行かない。さあさ あ, あ投げが打っていけない、ね、うまい。ダイパン対空になったかも。さあ落ちちゃう、ね、5ヒットさあ期待値ローリングが強いですね。強い、減るからね。減る上に反撃ないってやばないですか。あれもう打しどくです。さあさあ打しどく返しがない。削り量がおっと下駄うまいぞ。さあやっぱり出す、間に合わないって。削り量がちょっと半端じゃないっすね。飛ぶ飛ぶ、あの飛びどうにかしたいですね。うまい、おっとうまい、対空強い。さあ次シューさん D ガイル、あれあれやっぱ判定強いんすかね。間違えた、ネタです、ネタでした。今リレーは止めされました。あーなるほどね。さあこれは死んだんじゃないか、さすがに。いやーこれやばいですよ、結構いあの X よりいいと思います。本当に、いや判定で戦えるんで。まあ確かにさっきからあの大キックとか潰してるんでね。そうで、やっぱガイルもなんか使いづらい技もあるんで。おっこれ A4 さんがまた自力を見せつけてる。そう結構対空は D ガイルそんな弱いっつうかちょっと減ってるんで。あーうまいぞ、よっちゃうピンポンパン。あそこはパンなんだ、そこは台足にしてほしかった。大パンなんだ、ダッシュだからね、ダッシュなんだから。さあなぜかまたヒデさんがまた、とりあえずヒデさんがこれ大将なんでね、スーピー側の、ね、そういうこと、はい、ダッシュブランカーというかターボまでは大中大足が入るんで、入りますね、入るのでね、ちょっとチャレンジしてほしかった。これちょっと返す技なさそう、ないよ多分ね。さあいいぞ、さあ中盤機構は結構強そうだということに気づいたっぽいヒデ君。さあこっからここからずっとこれでいかないと。そうですね、だからダメだ、もうこれもう手が勝手にそうなってますね、はい、いいことだとは思いますが、ああいうのをゴリラと言いますああいうの音芸界ではゴリラと言います。もう押しちゃうってこと。そう見ないで、もうさあ脳を通る前に手が動いちゃうやつ。なるほど、お格ゲー界だと昆虫って感じですよね。ああそうですね、うん、そうね。さあヒデさんがダッシュブランカ対策を分かったか。ああピヨらないのは美味しいぞ。投げる、そうそうハイパーそういうゲームね。さあ A4 力尽きるかここでさあでも無理やりいけるキャラだぞ。おーっとまたあーうまい、なんかあったガード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 はダメでしょ。ガードはあれガードするんだ、あの要は何当たんなくて無敵になったから一瞬で着地してあの隙がゼロだからガードできるってことなんだね。あれは受けるな、すごいねあれやばい、あれテンションもワンチャンガードできるでしょ。そう無敵の間に着地しちゃうからかもしれない、やばいね何あれサマーもができる、なるほど。いやエオさんもうディブラ研究してますからちゃんとディブラ全員一ですよ、すごいね。いやああいう動きがあるから多分コモダさんもターボブランカ強いっていうのは言ってるんだろうな。もう遠距離からタクリンであれば通常技はあんま変わんないよね、うん、ターボも自分はターボのバー力で使いこなさないな。ああなるほど、その代わりターボブランカは最高に減らないんで。なるほど、はい、ということですね。以上ですね。で、27が。はい、27日、ハイパーストリートファイター2東西戦。はい。という感じなので、皆さんよろしくお願いします。こういうゲームになるかどうかちょっとわかんないですけどね。そうですね。A4君のやり込みが見れましたね、今日は。面白かった。はい、はい、皆さん、まあ、お疲れ様でした。参加ありがとうございました。
やり遂げましたね。これがハイパーストリートファイター2、はい、
はい、じゃあこのダッシュベガで配信はストップしようかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。あーあーダメだ。火曜日、ハイパー東西線よろしくお願いします。それでは失礼します。